これ。はい、小金井から紅蓮、それと静岡裾野から緑蓮、それとですね、あの天水蓮、関東州南越谷ですね。それとあとね、少しこの紅蓮の印象ですけども、あの今日朝徳島からやってまいりました、アイフルキのメンバーが、よろしくお願いいたします。皆さん、阿波踊り初めて見たっちゅう方おいでませんよね、こんな寒い中に。阿波踊り知ってますよね。阿波踊りね、手を挙げて足を運べば阿波踊りなんですけども、非常にね、皆さん勘違いされるところが、阿波踊りは手と足が一緒に出ますと、こうね、よく聞いたと思います。これね、上から出るのが正解なんですね。下から出てしまうとこうなりますからね。これでおかしいでしょ。必ず手は上から出ます。上から手と足が同時に出ます。これちょっとやってみましょうかね。皆さん手を上に上げてくださいね。必ず上ですよ。下から出る場合は逆になりますからね。上に上げて、成本さんスタート。